総泉寺は、東京都板橋区にある、相当集計の単立寺院。三号は、妙木山。本尊は、釈迦如来。この寺は当初、浅草橋上にあり、京都の吉田惚れ草の子を梅若丸が、橋場の地で亡くなり、梅若丸の母が出家して、妙木にと称して、梅若丸の母提を弔うため、世を結んだのに始まるという。その後、武蔵千葉氏の家を得、 工事年間千葉市によって中高されたとされる。佐竹義信によって再興され、江戸時代には、清少寺、仙学寺と共に、総当州の江戸三家寺の一つであった。1923年の関東大震災で離災したため、昭和3年に現在地にあった古札、大禅寺に曲がりする形で移転。その後合併して、現在に至る。大禅寺は十五世紀末の解散にして、 江戸名所図にも載るほどの有名な寺であり、現在境内に残る薬師三尊、清水薬師。津たい、蝶徳大子作こそが、元の大禅寺の本尊である。八代将軍吉宗が、高刈りの途中に、大禅寺に立ち寄り、境内の湧水、薬師の泉、板橋区あずさは三の七が、あまりに微味であったので、清水薬師と命名したと伝わる。同地の地名。 清水坂の言われとされている。清水坂には地蔵が安置されており、子育て地蔵として信仰されていた。この地蔵も現在は同時境内にある。旧本堂が昭和29年に世田谷区大田の炎上院に移築されたと伝わる。秋田藩主佐竹氏の大名墓があったが、1998年、秋田市にある母大寺伝徳寺に移された。また、 台東区橋場2丁目の旧時地には平賀源内の墓が残るが、なぜ移転しなかったのかは不明。ありがとうございます。